どうもこんにちは、ゲーム機を作るの接続の方の説明を今回はしていこうと思います。はい。で、ちょっと休み中ですね、いろいろ見直しまして、部品点数が減りました。この部品必要ですっていう説明をした後に、部品減らしてしまったので大変申し訳ないんですが、ここにこの辺りにあった部品がなくなっています。で、なくなった部品一応説明します。はい、まずこれですね。はい、抵抗、これいらなくなりました。だなと。はい。あとは、AD コンバーターの MCP3008 というのが必要ということだったんですが、これも、不要になりました。なので、この2つ、抵抗と AD コンバーターは、使わないです。はい、で、改めて説明すると、まず必要なものは、これ、ESP32 デブキット C、 あとは、タクトスイッチ、アナログジョイスティック、あとちょっとここに貼りますけど液晶 ST7735 の液晶。はい、あとは、ブレッドボードの接続のための、ブレッドボード本体と、ジャンパーワイヤーですね。こちらは、これは2つ、これは1つ必要です。はい、それでは画面の方で、接続の仕方を説明していこうと思います。はい、それでは回路の方の説明をしていきます。この回路図はですね、ESP コンソールのプラスイング ESP コンソールの、ドックスイメージ図の中に、サーキットピングがあるのでこれです。こちらと同じものがこちらになりますので、こちら見ながら、回路を作っていっていただければと思います。はい。で、さっき説明したんですが、まあ、一旦こちらの方の、回路図上でも、登場人物説明しておきます。まず ESP32 デブキット C ですね、こちらが本体になります。はい、で、ST7735、こちらが液晶です。で、あとはアナログジョイスティックと、スイッチの A と B、タクトスイッチの A と B が2つあるという状態になっています。とてもシンプルです。はい、で、液晶の方から接続の方の、ピンの接続ですね、の方を説明していきます。はい、上からですね、グラウンド VCC、SCL、SDA、RES、DC、CS、BL と合計8つピンがあります。で、グラウンドはそのまま ESP32 のグラウンドに接続してください。で、VCC は、ESP32 の V3、V に接続します。で、SCL がぐーっと来て、IO18。SDA が IO23。RES が IO22。DC が IO21、 CS が IO5 に接続します。はい、この7本をつなげると、液晶が映ってくれます。次、アナログジョイスティックの接続です。アナログジョイスティックは、チャンネル2とチャンネル1っていう2つ、左と右にピンが出ていて、それぞれ6本ずつ出てるんですけども、チャンネル1の方だけ使います。で、上から321、321と番号が振ってあります。合計6つあります。で、3番と1番はそれぞれ同じところに接続します。3番はそれぞれ、V3、V に接続します。で、1番は両方ともグラウンドに接続します。グラウンドは、ESP32 だと1個、2個かな ?2 個。2つあるので、どちらに接続してもらっても構わないです。こっちの ST7735 のグラウンドをこっちにつけても構わない。こっちのタクトスイッチもグラウンドつながってるんですけども、こっちのグラウンドに接続しても構いません。はい。で、あと2番ですね。上の2番は IO35。下の2番は IO34 に接続してください。
で最後タクトスイッチの A と B です。でタクトスイッチの A と B は、左と右にピンが2つずつ出てる状態を横に置いたものが今この状態です。画像で出しますね。はい、タクトスイッチの説明です。よいしょ。はい、ちょっと B ボタンで説明しますけども、タクトスイッチはこういう状態になってます。左と右に足が出てる状態で2本ずつ出てるっていう状態、これをそのままくるっと裏返した状態というのが、回路図の状態だと思ってください。こういう状態ですね。はい、こういう状態です。はいはい。で、上と下どちらでもこれ極性がないので関係がないんですが、片っぽはグラウンドにつなげます。片っぽはグラウンドにつなげます。で、B の方はもう片っぽの空いてる方を、IO0 番、 A の方は、IO4 番に接続します。はい、これで、次回説明しますけども、 ESP32 デブキット C の方をパソコンとつなげて、ファームウェアを書き込むことでゲーム機として使うことができるようになります。ということで、今回は、回路図の方の説明をしました。次回はファームウェアの焼き込みまでの説明をしていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。